第23駆逐戦隊は、カリフォルニア州サンディエゴを拠点とする米国海軍の駆逐艦とフリゲート艦の戦隊である。戦隊は、第二次世界大戦中の行動、特に当時の司令官アーレ・エーバークの指揮下での、セント・ジョージ・ミサキオ海戦が有名である。2019年現在、第23駆逐戦隊は、セオドア・ルーズベルト・ケープ・セント・ジョージ、および、 第11空母航空団を含む第9空母打撃軍に配属されている。戦隊の2019年現在の構成は以下の通りである。サンディエゴ海軍基地の戦隊本部第23駆逐戦隊は1943年5月11日、ボストン海軍交渉において MJ ギリアム大佐の下で編成された。当初の編成は、フーとチャールズ・オース・バーン、スペンス、 オーリツククラクストン、ダイソン、コンバース及びサッチャーであった。1943年6月29日、第23駆逐戦隊は、ウィリアム F ・ハルゼー提督の第3艦隊に配備された。第23駆逐戦隊は、太平洋南西における哨戒と護衛の任務についた。 第23駆逐戦隊は1943年10月23日に指揮を取った2代目の司令官、アーレイ・バーク隊員の下で高い評価を得た。1943年11月から1944年2月までの期間22の航戦に参加し、日本海軍の巡洋艦1隻、駆逐艦9隻、潜水艦1隻、小型潜水隻及び、 約30機の航空機を撃墜したとされている。太平洋での第23駆逐戦隊の作戦は、第二次世界大戦におけるフィリピンの奪還を通じて、継続された。戦後、戦体は1945年10月19日に、米国に戻り、バーク提督とジェームズ・フォレスタル海軍長官から、会長賞を授与された。1946年2月、 第23駆逐戦隊は活動を停止し、船はサウスカロライナ州チャールストンに移動した。1956年4月4日、部隊は EK ウェイクフィールド隊の指揮下で駆逐艦視団231として再度編成され、ピッキング、スティーブン・ポッター、プレストン、アーウィンが加わった。部隊は1956年12月12日、カリフォルニア州。 ロングビーチでの式典で、米国太平洋艦隊の巡洋艦隊司令官、チェスターウッド提督によって、リトルビーバーとして再編成された。マックラスキーは1986年に部隊に配属され、バンデグリフトは2015年に退役するまで部隊に所属した。第23駆逐戦隊のエンブレムは、フレッド・ハーマンのレッドライダーの漫画で有名になったキャラクター、リトルビーバーである。 この漫画は第二次世界大戦での戦隊の作戦において人気を集めた。南太平洋にて多くの作戦に参加したため、戦隊の乗員はしばしばビーバーのように忙しいと言った。このエンブレムはリトルビーバーが日本の陸軍大将、東条秀樹に矢を放っている様子を描いたものであり、今日まで使用され続けている。歴代の指揮官は以下の通りである。 ありがとうございます。